劉備め、あれほどの民を連れておるとは。これも劉備の人徳がなせる技か。まあよい、この戦は焦らずともよかろう。じっくりと奴らを追い詰めるのだ。袁紹は苦戦の末に関東で曹操を破り、これを敗走せしめた。中原を支配下に置き、三田堂も小中に収めた袁紹は、宿願であった天下統一の大事業へと乗り出す。大軍を率いて南下した袁紹は慶州の侵攻を開始した。その途上、繁盛の守備に当たっていたのが劉備だった。劉備は流浪の末、この地に客商として身を寄せていたのである。大軍にこうする術のない劉備は南へと逃走を図る。兵のみならず民までも引き連れた劉備一行の足取りは重い。追撃する袁紹軍はついに長藩の地で劉備軍の背後に迫った。劉備を逃してないぞ。袁家の将来のため、ここで劉備を仕留めるのだ。命が惜しくねえ奴はかかってきやがれ。戦費と徴費とは俺様のことよ。
ば。だが逃げられると思うな。全軍進撃せよ。我らも遅れを取るな。また来た。まとめて相手をしてくれるわ。噂以上の強さ、素敵ですね。艦雲長参る。手強いぞ。心してかかるのじゃ。我らも遅れを取ってはなりません。劉備が陸にいる間に仕留めろ。増兵どもがまとわりつってない。敵将撃ち取ったり。我らも遅れを取ってはならんぞ。されたようじゃな。なかなかの腕前だの。敵将撃ち取ったり。引き死に勝る猛将よ。
諸葛孔明、知略のみではありませんよ。闇雲に出てはなりません！敵将討ち取ったり！三人の礼に応えず行くことになるとは。がマッソン龍玄徳、守れぬ領土。